ちょっとさあ目の前を来た近いなぁ近い さ, さあそして慶応大学が来ます。この和光おぉ慶応慶応うまいうまいいや大津予選よりも全然違ううまい攻められてきた。やっぱりコースの取り方がね、はい、上手うまいところが勝ってますね。そうですね。予選の結果が出ました、出ましたどうぞ。1位がとてつもないタイムです。シワラ工業大学47秒91何ですかこれは。早い早い。これはあれじゃないの、新井さんなんか近いんじゃないの。そうですね、ほとんど変わらないぐらい。変わらないか、ちょっと早いんじゃない。メンタロさん一周どれくらいでした。僕さっきヤリスであのバレちゃいましたよ。ちょっとコソ練してる時に測ったら48秒前半ぐらいだったんでコソ練したって言いますよね。もうバレちゃってる。あ、バレちゃってる。これが見たもん。あこれ芝浦工業大学予選の時には横に女性の人たんでしょ。はい、そうなんです。そうなんだよね。そうなんです。僕は見ましたよね。だから余裕をこいてるんですよ、はい、許すまじき。許すまじき。内心やっぱりこいつ遅ければいいのにと思ってめちゃくちゃ早かったんですよ。もう拍手しかなかったです。だから、ね、相当ね慣れてる、ね、上から目線で言いますよ慣れてる慣れてる。いやでも土屋さん改めてこのタイム見ていかがですか。いやだから芝浦工業大学がズバ抜けてるから、はい、うん、まあ、あとは他がどんぐりの背比べ、うん、その辺が面白いと思う。そうですね。もうこのタイムだけ見ちゃうともうしばらくぶっちぎりじゃんみたいな。ぶっちぎりですね。しばらく国大学のところはあのペリー人形のところの、うん、このねあの360ドリフトの使い方とかね、はい、すごい、ね、ちょっとびっくりしましたけどね。そう、はい、これ多分あの後で土屋さんも見てもらうと、うん、おこいつやるなって思うんですよね。そうですね、はい。まあ、新井さん改めて、まあ、この、ね、タイム10個出てますけども、はい、改めてコース作った人間としてはどうですか。そうですね、やっぱり一番あの差がつくのがテリーさん人形をどれだけ早く回れるかっていうところがやっぱり一番タイムに直結するので、やっぱそこが一番重要だったな。テリー人形をぶっつぶつぐらいでいけるんですよあれをためらわないで、はい、そうですね、もうあれを4回ぐらい引いてほしいですよ4回も4回も倒した時点で失格だからそうですね、まあそうなりますからね。 そしてこれを受けた上でトーナメント表ができました。こちらでございます。じゃじゃん。1位8位という形で、まあね、上と下が組むようになってますので、うん、はい、うん、まずは芝浦工業大学対横浜国立大学、そして慶応技術大学対法政大学、うん、そして日本大学対トヨタ東京整備学園、そしてこちら最後の、ね、ところになりますけども群馬大学対立教大学というトーナメントになりました。いいじゃないの。いいですよ。ちょっとね、法政大学の部長も可愛かったからねそこかちょっと応援したいですけどね。またカメラさんが長く撮りますよ長かったね、さっきね一組目はどこなの。一組目、こちらの芝浦工業大学対横浜国立大学。1位と8位、はい、いきなりですよ、芝浦工業大学。でもここで土屋さん、もしかしたらね、やっぱり2台でいきなり走るっていうのは初体験だから。あ、そっか。それがもしかしたらこう、ね、意識しちゃうかもね、はい。うん、いや面白い。で、ちょっとどういう風になるか、うんうん、ちょっと楽しみでございます、はい。改めて決勝トーナメントスタートでございまーす。よっ。いやでも投げながらですが、さあ
我々の目の前には横浜国立大学少しパワーもあって、その気持ちわかるぞ、頑張れ FF、 その気持ちわかる、頑張れ FF、 わかる。さあ2周目に入ってきたの、先に入ってきたのは86ですね、ぶっちぎっています。ブレーキもうまい、いや、りんたろーさんどうですか。いや、シンプルにうまいと思います。さあ、この後、土屋さんの前でゴールを飛び出しています。土屋さん、やってくれます。うまい、うまいです。問題は奥のテリーさんに当たらなければ無理なんですけどね。ちょっと期待しちゃいますよ ね、当たったら失格ですもんね。当ててしまったら失格になりますが、この勢いで、その勢いを生かしたまま奥のテリーさん人形の前はどうだ。これも近い、うまい、頑張れ横浜、もうぶっちぎりで、ぶっちぎりで戻ってきた芝浦工業大学。おおおお、芝浦工業大学恐るべし。新井さんと2秒ぐらいしか変わんないですよね。全然、まあ、それでいうと僕らが芝浦から5、6秒遅いってところが、そうです、それもまた問題かなと。すいません、すいません、いやこちらこそ本当申し訳ない。はい、それでは第1回戦走った選手の方にインタビューしていきたいと思います。下村さん、お疲れ様でした。走ってみていかがでしたか。普段浜台ってフリーとかで結構走ることがあるんですけど、こういう風に区切られてることがなくて新鮮でちょっと難しかったです。特にどこが難しかったですか。ロープが引かれてるっていうことが走ったことなかったので、視界的要素がちょっといつもと違って難しかった。相手の選手の方のマシンとか見えたりしました。は自分で走るので精一杯でちょっと見えてなかった。あ、ですか。では、またこれから何か目標とかできそうですかね。目標は今年、今日使っている車が関東地区戦というところでジムカノの大会出てるんですけど、そこで、まず一勝できるように頑張りたいと思います。頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。続いてこちら、横浜国立大学の難波さんです。お願いします。実際に走ってみていかがでしたか。いやもう本当に下村さんがほとんど話しちゃったんで、もうあんまり喋ることないんですけどそうですね、区切られたのは初めてで、今年の1月にその新人戦っていうのがありまして、ジムカーナの、はい、大学対抗のそれの練習でここを貸し切ってうちの大学の自動車部で練習したんですけど、全然コースも違うし、何よりもそのロープが張ってあると思うんですけど、あれがちょっと前後どっちが手前でどっちが奥かみたいな、パッと見で分かりづらいところがあったので、ここがどういうコーナーなのかなっていうのをパッと見た時にそこが壁に見えたりして、すごい戸惑うことがあったりして、すごい運転してて恐怖を感じました。実際に走ってみるのとではちょっと違ったっていう感じでしょうか。全然違いますね、やっぱり。ただまあそうです、ね、だからその予選はやっぱりなかなか難しいところがありましたね。なるほど。特に今回、はい、番組収録っていうこともあって緊張されましたよね。あ、まあそうですね、まあ、ただ何も考えないようにして、なんか別に家帰ったら何しようかなぐらいの気分でやってました。すごい強いメンタルですね。いやいやいや、それぐらいじゃないともうちょっとちびっちゃうんで、もう全然ダメですね、本当に。いい勝負でした。本当に今後に向けての意気込みもお願いします。はい、意気込みですか。ちょっと部活の車がまだまだメルカリで13万円で買った安い車なんですけどほぼノーマルなので、はい、他の強豪校の方々の医者と同じような感じでチューニングアップしていきたいなと思ってます。僕まずお金を貯めてって感じですね。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。お二方ともお疲れ様でした。決勝トーナメント1回戦第2試合です。慶応義塾大学坂田圭也選手対法政大学田代純選手です。よろしくお願いします。さあ、ここは4位5位対決になりますので、土屋さん、まあ拮抗はしてるってことで。そうだね、タイム的にはそんなに変わらないからね、はい、あとはやっぱりこう対戦相手が見えるから今度は、うん、バトルで、うん、そこの緊張感がどう出るかだよ ね、タイムにね、スタンバイできてるということで、はいはい、改めて決勝トーナメント1回戦第2試合を行います。3、2、1、スタート。立ち上がりを一緒ぐらいか、一緒ぐらいか。さあ、同じマシンで走っていくこの2チーム。まずは手前に来た法政大学。あ、ほんとにちょっと。もう少し。あ、いや、うまい。お、うまい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 。立て直したの法政大学です。手押しね。目の前法政ですね。法政、法政。2が、慶応です。そして慶応大学が来ます。この枠を、おー、慶応、慶応、うまい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 
全然違う。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 いやこれ、石田さん、同じマシンっていうところ。いや、やっぱりいいですね。DC2 のこの乾いた音がまたね、気持ちを高揚させますよね。これとここは今、本当に違うの？違う。多分、ほぼほぼ同じですけど、一緒だよね。さあ、そしてまた、法政大学、やってきますよ。2回目の360度ターン。ここはありがとう。いやいや、でもいい。今度は KO です。今度は KO です。目の前に KO がやってきた。KO 早いよ。いや KO 早い。KO が少し早いかな今。KO 早い。さあここで同じくらいか。あやだ。どうだどうだ。さあ。おどっちだ。さあどっちだどっちだ。いや KO だ。KO だ。やっぱターンだね。KO の360度がうまい、はい、うまいねうまい。いやだからあれこれ予選も見たけども予選よりも全然こなってきましたね。だいぶあとはやっぱ同じ車種っていうのが良かったです、はい、ですね、だからガチって感じでしたね。いやガチガチでしたね本当に。いやガチは面白いね。それでは今回慶応義塾大学の坂田さんに来ていただきました。お疲れ様でした。走ってみていかがでした？そうですね、まあ、コースの路面コンディションに合わせてあと冷えた環境に合わせていかにあのタイヤを前に進めるかというのに注力しました。今日ちょっとなんか暖かくなってましたもんね昼間。そういう温度とかもやっぱり関係してますか？はい、そうですね、基本的にあの FF の車だとリアタイヤが温まりづらい傾向にあるので、まあ、そのリアタイヤのご機嫌を伺いながら走る展開となりました。では今後の意気込みもお願いします。はい、決勝に進めるように、一生懸命走りたいと思うので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。法政大学の田代さんです。お疲れ様でした。こちらのコース走ってみていかがでしたか？はい、まあ、自分の持てる実力は全部出せたかなと思います。まあ、ただやっぱ準備不足だとか腕の面でやっぱり負けてしまったのでやっぱ足りない部分たくさんあると思うのでその辺は、はい、あの今後練習を重ねて積み上げていけたらなと思います。この走ったコースの中で特に難しかったなと思ったところあります？はい、そして真ん中の辺の、はいはい、一番手前のコーナー曲がって、はい、こうなんか左右みたいなところがあるんですけど、はい、あそこでちょっと減速するかしないか迷うみたいなちょっとポイントがあって あそこがかなりちょっと自分的にタイムロスしてしまった部分もあったかなと思います。なるほど、はい。私素人目線で見てると、はい、このなんかあのテリーさん人形のところってやっぱり難しいのかなと思うんですけど、はい、あそこはどんなどうなんですか？あそこもすごい難しかったです。まあ、あのちょっとタイヤもあのなんていうんですかね、グリップの面もあるんですけど、そのフロントのタイヤがグリップうまくしてくれないとあの綺麗にこうちっちゃくターンできないとかあるので、それはすごい難しかった。全部難しいですね。今後に向けての意気込みも一言お願いします。はい、まあ、こういった大会であのすごく楽しませていただいたのであの結果も出せるようにあの頑張っていけたらと思います。はい、見た方ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。決勝トーナメント1回戦第3試合、日本大学大谷光平選手対トヨタ東京整備学園福島健太郎選手。予選だと圧倒的に日大でしょ。そうですね、だけど分かんないや、さっきのみたいにさ分からない、ね、相手が見えちゃうと負けちゃう場合があるわけ。精神的に ね予選で勝ってても、うん、これは面白いね。いやどうなる、やっぱ見えてくるちょっと精神的な圧力ってやっぱありますか？いや結構それがプレッシャーになって集中力が上がる選手もいればそれで乱される選手もいるので、そこはまた勝負どころのなんか、うん、駆け引きの違いかな。あれちなみにどっち？僕に見えた方がこうやる気が出るタイプ。はい、みんたろさんはどっちですか？僕はもうさっき走った感じで言うとひろきの音がすごいんで、うん、常に近くに感じちゃった。あ、ちょっと嫌なの。もうでもね、2人偉そうなこと言ってけど数字大したことなかった。すいません、なんか僕の大したことない。もう聞かないでください。もう聞かないでください。はい、学生にぶっちぎられてる。そうなんですよ。何をここで偉そうなこと言ってるの。本当だよね。そうなんです。本当に申し訳ない。聞かない、もう聞かないでください。まだまだ聞いていきますので、すいません、準備だけ、はい、ドライバーの準備ができたということで始めてまいりましょう。決勝トーナメント1回戦第3試合になります。3、2、1
スタートしていきます。目の前にまずやってきます。後ろのマシンがこちら、日本大学のマシンになります。さあ、日大のマシンが、その先輩のゾロの周りを、先輩のゾロの周りをスライスしていくように。いいじゃん、いいじゃん、うまい。いやー、テリーさんやりましたね。日大いいね。さあ、そしてやってきましたよ、トヨタさんでございます。よいしょー、よいしょー、トリドライバー、トリドライバー、トリドライバー、おー、トヨタサラリングで勝ってるぞ。ちょっと本当に食らってる。サラリングで広がりましたね。サラリングで勝ってるぞ。これはちょっとトヨタさんからエピックスにあるのが早い。すいません。そして日大がやってきました。日大早い。さあ、ここも難なくこなしてやってきました。先輩もこの像に2回目のスーハイターン。おお、日大早い。日大が早いです。さあ、森戸さん怒ってかもしれません。森戸さん怒ってますよ。なんだか、いや、これテレビに圧力かかるかもしれませんからね。映すなと。これはいい勝負だよ。目の前にまたやってきたのは田尾田、東京整備学園。さあ、このターンうまくいくことができるか。少し膨らんだか、少し膨らんだか。でもまあ一周目よりはただ困ってると思います。いいでしょ、いいでしょ。さあ、でも先にチェッカーが振られていくか。日本大学やっぱりコースの取り方がね、はい、上手、うまいところが勝ってますね。そうですね。高橋さんでは改めて今2台のレースいかがでしたか。そうですね、アクアの方がやっぱりサイドブレーキが多分あまり使えなかったので、どうしても FF のまあ弱点が出ちゃうんですけど、はい、まあすごい気持ちは分かります。そうだね。それでは今度は日本大学の大谷さんに来ていただきました。インタビューしたいと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。実際コース走ってみていかがでした。そうですね、ジムカーナって基本的にこういうパイロンだけでこう仕切られてないんで、まあ、自分とかコースを覚えるのは苦手なんですけど、まあ、こういうテープとかで仕切られてる方がまあ走りやすくて面白いなっていうふうに率直に思いました、はい、あんまりない経験でした。そうですね、あんまりサーキットとジムカーナぐらいしかやったことがないので、こういうコースは初めてだったので新鮮でした。初めてなのにすごかったですね。なんかこう難しかったポイントはどこですか。そうですね、あの360度のターンとかありますか、はい、あのテリー皆さん結構苦戦されてました ね。 そこがちょっとなかなか近づけられなかったっていうのが難しくて、はい、自分はちょっと苦戦しましたね。それでは今後の意気込みなどを聞きたいと思います。まあ次決勝なので、はい、まあ、そこでいい走りを見せられたなと思うので、まあ、ちょっと気合いの走りを皆さんにしたいと思います。頑張ります。頑張ってください。ありがとうございました。トヨタ学園の福島さんです。お疲れ様でした。実際に走ってみていかがでしたか。そうですね、こういうさっきも言われてたんですけど、2台で走るのってなかなかなくて、ラリーのスーパー SS みたいな感じで、あのテレビで見てたようなことが実際にできるのはとても楽しくて、あの読んでいただいて本当にありがとうございます。いえいえ、とめもないです。やっぱりこの2台で一緒に走ってみてやっぱ気になります。そうですね、まあ、走ってる時はそんなにあの意識はできないんですけど、まあ、すれ違う時とかにちらっと見えると、まあ、どれぐらい遅れてるかなとかいうのも分かるんで、結構あの楽しいです。あ、そうだったんですね。個人的に気になったんですけど、福島さんすごく大きいじゃないですか。普段自動車部でも活動されてるとのことなんですけど、やっぱりそのドライバーさんもすごいあの鍛えられてる方って多いじゃないですか。プライベートでも鍛えたりされてるんですか。僕は昔から柔道やってましたって言いたいんですけど、はい、実は何もやってなくて、ずっと車のことばっかりやってたんで、はいはい、特に何もスポーツやってましたっていうのはないんですよね。あ、はい、そうなんですね。そこはあんまり関係ないんですかね。だと思います。できれば多分体格がでかいよりもちっちゃくて軽い方もあの車の世界、競技の世界では多分有利だと思うので、はいはいはい、若干不利な部分ではあります。じゃあ不利の中で頑張られたんですね。なるほど。では今後の一言もお願いします。またこういう機会があればどんどん出てきて、次は車をまた変えて今度違う車とかで出ていきたいなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。お二方お疲れ様でした。
決勝トーナメント1回戦第4試合になります。立教大学我妻優選手、そして群馬大学藤原恭平選手の対戦です。地元もちろんです。地元もう群馬に勝ってほしいですね、やっぱり。まあしかも使うのがインプレッサー、そうです。群馬といえばスバルですね。え、はい。で対するは、対する、立教大学はですね、ポロ。ポロ GT ポロ乗りやすい車ですよね。え、ポロでこんな速いの？リンタロさん、さっきちょっと見たっていう。はい、中の内装は何もないです。ポロらしいものは1個もなくて、代わりに鉄の棒がいっぱいロールバー、なんなら シフトノブまで半分になるぐらいまで、なんかめちゃめちゃ軽量化されてます。さあ、この対戦どういった結末になるのか、はい、決勝トーナメント1回戦第4試合を始めていきます。はい、3、2、1。さあ、まずは注目のまずはプロですかね。おっと、速い、インプレッサーの飛び出しが速かった。インプレッサーの飛び出しが速かった。そしてポロが今目の前に来たぞ。ポロが今小回りを利かせた。少しちょっとポロね、ポロ速いぞ。いや、ポロね、サイドブレーキの息が悪いですよ。ポロね、いけないですよね、あれ。そしてインプレッサーの飛び出しの速さ、めちゃくちゃ速いじゃん。さあ、目の前に来ましたよ。そのインプレッサー注目です。このテリーゾあれ、うわー、ちょっと来ましたか。ちょっと、ちょっと、ちょっと、荒井さん、今どうでしたか。ちょっと、ミスが起きたですね。ちょっと群馬らしくないですね、今のはね。ちょっと群馬でしたね。あれ、群馬でしたね。あれ、群馬現象ですね。群馬だ。綺麗な、ちょっと辛かったですね。浮いちゃいましたね。今ほぼ同着ぐらいだ、同着ぐらいだ。そして目の前に、おーい、激しい、フォローが激しい走行で、このテレビサイドブレーキ、そのサイドブレーキが届かない、ちょっと届かない、届かない。いやー、太郎さん、これは決勝トーナメント戦う間にちょっとね、日本早い、何かできるってあればいいんですけども。そして来ました、群馬、群馬の欲しい、群馬決めろ、群馬行け、インプレッサー行け、群馬行け、サイド、あ、ちょっとサイドだ。ああ、今パイロンギリギリです。サイド甘いな、パーって引かないでしょ。さあ、そしてポロが間もなくテリーさんに大回りしてる。これはこれもどうだ、どうだ、やばい、最後のカーブをインプレッサーが曲がって、さらにもう一つ、ああ、立教だ、立教でしたね。いい勝負だった、いい勝負、1秒ないと思うぐらいですね。これはいい勝負だ。群馬だ。いや、俺絶対スバルの方が早いと思ったんで、ポロより。出だし早かったですもんね。早かった、出だし早かったです。四駆でしょ？四駆。あ、だからもうちょっとこうドルクバンドからストールした時にそれつければいいんだよ。そうなんです。なんで教えないの？それでは群馬大学の藤原さんにお話を伺いしたいと思います。お疲れ様でした。はい、実際コース走ってみていかがでした？そうですね、この浅間の浅間台のこのコースを走るのもそもそも初めてだったので、まあ、とても緊張した中だったんですけど、まあ、立教さん競技者とのことだったので、それに対して自分はちょっと個人者だったので、まあ、それに関してはまあ前線できたのかなと思います。すごい緊張されてるっておっしゃってたんですけど、なんかすごい冷静な、ね、クールな感じには見えるんですが、どこか難しいポイントを一つ言ったらどこですかね。そうですね、360度のターンのところが、自分の車はフロントがオープンなのでだいぶ書いちゃったので、そこが結構自分の中でもそこは失敗したなと思いました。あ、本当ですか。でもすごい走りはすごくて、私たちもすごいこっちで盛り上がってたんですよ。なんか楽しいポイントみたいなのありました？走っていて楽しいポイント。そうですね、まあ、あのちょうどコースの中央の部分、あそこが SG のスラロームになってるんですけど、はい、あそこは走ってて結構爽快感というか気持ちよかった、気持ちよく走れました。それでは今後の意気込みをお願いします。次回では、まあまあ、予選は今回みたいに通過して、次回は本戦も通過で1試合でも勝てればいいなと思います。ありがとうございました。立教大学の若妻さんです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。実際に走ってみていかがでしたか？思ったよりコースは、はい、中高速というよりかは、まあ、低速で一速二速一速二速って感じで、はい、結構フォロートラクションがかかんないんで、はい、厳しいコースだったかなと思います。
なるほど。特にその中でも難しいなって感じたポイントと、ここは得意だぞって思ったポイントあれば教えてください。難しいなと思ったポイントは360ターンで、はい、ほら、サイドブレーキが効かないんで、はい、そうですね、難しくて、ここが得意かなってのは真ん中の細かい筋は割と踏み抜けるんで、そこは速いかなと思います。なるほど、ありがとうございます。では準決勝に向けての一言お願いします。頑張ります。ぜひ頑張ってください、はい、勝ってください、はい、ありがとうございました。お二方お疲れ様でした。お疲れ様でした。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。